じゃん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 。はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日はですね、私の今までの活動の紹介とですね、改めてね、活動の紹介と、あと4月末に行われるイベント吉祥寺コレクションの最新情報についてお話ししていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで早速今日も元気にやっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。はい、ということでね、まず私ね、私のことについて知ってもらいたいと思います。もうだいぶね、チャンネル登録者数も2000人突破して、もうだいぶ経ったので、どういう活動してるのっていうのを知らない方も多いと思うんですよ。私これね、よく外で撮影するときに使ってるんですけど、私の名前はですね、ネームよりさくらと申します。はい、これは眠る、梨、桜、これは梨と桜の花言葉をくっつけて選んだんですけど、優美な女性と癒しっていう花言葉があって、私はですね、自分自身のこう、私が綺麗になってこう皆さんのことを癒せるようなね、存在になりたいという意味が込められております。そしてこの眠るというのは、私が眠るのが大好きなので、こう皆さんもね、寝ることがあると思うんですけど、寝ても覚めてもですね、私のことを一度見たら忘れないでいただきたいなという意味が込められております。で、私のこの活動はですね、最終目標としては心のバリアフリーを整えるっていう目標がございます。はいね、今ね、まあ大体基本となっているのが YouTube の配信なんですけど、あと SNS とかも使っていて、でちょこちょことイベントに参加してるという感じでございます。でね、心のバリアフリーを整えるってなんだよっていう感じだと思うんですけど、これはもうね、障害を持ってる方々っていうのは、その障害が壁になってなかなかね、こう自分自身外に出れなかったりとか、周りのね、偏見の目っていうのがやっぱりあるんですよ。なので、なかなか外に出れなかったりとか、お出かけができない、やりたいことができないっていうのが現実なんですね。で、なんでそういうことが起きるかっていうと、こう健常者の方々がね、こう障害を持った方々が外歩いてるのを見た時に、あ、なんか変な歩き方だなとか、あ、この子障害を持ってるんだみたいな感じで、こうやっぱ珍しい存在になってるんだと思うんですよね。こうあんまりこう見ないっていうのがあって、そうだから、だったらこっちから出てやろうみたいな感じで、自分自身障害持ってるんですけど、こう私がね、外に出ることによって、いろんなことを発信していくことによって、あ、こういう風な活動をしてる障害を持った方々もいるんだな、あんまり私たち変わらないなみたいな感じに思ってもらいたいなと思って、でそうすることによって偏見の目とかがなくなっていくんじゃないかっていう考えでやっております。そんな形でございます。はい、でですね、まあここに YouTube の配信か木刀って書いてありますが、こちらはなしでございます。はい、今はね、不定期で配信してるので、週5とかね、週6の時もあれば週3とかね、と体調によって変化しております。はい、で YouTube の URL、 YouTube、Twitter、Instagram のものになります。これ検索かければ出てきます。はい、でですね、私の経歴はですね、2017年頃からですね、 YouTube を始めてまして、2017年秋からですね、ココライフ女子部っていうね、フリーペーパーがあるんですけど、こちらの読者モデルを登録しまして、何回かね、載せてもらったんですけど、最近は載ってないですね。はい、で2017年、昨年のね、こう4月の30日にですね、吉祥寺コレクションデビューをいたしました。でこの後紹介するのが、こちらの今年のね、今年開催する吉祥寺コレクションのイベント情報でございます。で2018年の5月からですね、この吉祥寺コレクション、ここのね、昨年の吉祥寺コレクションをきっかけに、専属モデルをね、スタートさせたんですけど、こちらのハッピーリンクというね、ブランドさんで専属モデルをやっております、という形になります。まあざっとね、
説明するとこんな感じなんですけど、私はあの障害についてはね、四肢体幹機能障害っていうね、身体の障害と精神障害、パニック障害っていう障害、あと適応障害っていう障害を精神障害で持っています。で、あと最後にあの学習障害っていう障害で、あの算数障害っていう障害なんですけど、あの計算ができない、大きい額の大きい数字が読めない、それから計算ができない、どんな感じかな、あと時間の計算とかね、そういうのが難しい障害でございます。そう、まあ、要するに数字全般が苦手ということですね。はい、そういう感じでございますし、いただけたでしょうか。はい、ということでですね、4月の末に今年もですね開催されます吉祥寺コレクション出演しますということでね、はい、吉祥寺コレクションなんですけど、今年は4月28日のね午後2時からですね17時半までやってるイベントなんですけど、吉祥寺駅の北口バスロータリーにて開催されます。で、私イベント自体は2時から5時半なんですけど、私たちが専属入っているブランド、私たちが出演させていただくブランドはですね、ハッピーリンクというブランドで、天葉ゆずきさんという方がね、この天葉ゆずきさんという方自身も障害を持たれている方なんですけど、自分自身でねブランドを立ち上げたりとか歌手活動もされている方なんですけど、でその方が立ち上げたブランドに出演をいたします。時間なんですけど16時8分からです、ハッピーリンクは。はい、で前回ねお昼頃とか2時とか言ってたんですけど、16時8分からに決定いたしました。あの、イベントの進行状況、イベントのね進行状況によっては前後することもあると思うんですけど、あの基本となるのは16時8分からでございます。どんなイベントになるか楽しみですね、はい、私たちねもうあの衣装合わせとか打ち合わせとかあのもろもろね済んでおりまして、あとはですね個人個人でですねあのセルフマネジメントっていうか、なんだろう、体調整えたりとか、あとダイエットしたりとか、ウォーキングの練習したりとか、表情の練習したりとかっていうね、こう個々でやってる感じなんですけど、あと2週間でございます、イエイ。はい、本当にね昨年のはあの吉祥寺コレクションとは全然違う衣装を私着ますので、あの全く違ったネオリー桜を見ていただけるかなと思います。でね、やっぱりあのね YouTube 始めて、まあ、昨年はまだ始めたばっかだったのであれなんですけど、今年からは結構ねリスナーさんとかね見に来てくれるっていう、見に来てくださるっていう方が結構いらっしゃってすごく嬉しいです。でね、あの YouTube 配信してると思うんですけど、あの皆さんは私の顔がわかると思うんですけど、あの私皆さんのことがやっぱわからないので、顔がね、そうだからぜひぜひね、あの見かけたらバンバンね声かけてください。はい、ちょっとねお話しする時間とかある時もあると思うので、そう、あのウォーキング終わって物販とかもやると思うので、ぜひねちょっとチェックしてみていただけるといいかなと思います。なんかその際にねあの写真一緒に撮ったりとか、あの、うん、お話ししたりとかできると思うので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、そうゴールデンウィークのさ2日目かなね、今年ゴールデンウィーク10連休あるのでね、10連休あるのでねはい、あの一つの思い出としてね、あの、うん、来ていただけるといいかなと思います。そんな感じでございます、今日のさくらチャンネル。はい、改めてね自己紹介してみました。はい、どうだったでしょうか。これからもねぜひぜひよろしくお願いします。はい、皆さんに会えるのをとても楽しみにしております。はい、ということで今日のさくらチャンネルはこれで終わりたいと思います。はい、ちょっとよかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。